見事勝利を収めました松島選手のインタビューを始めさせていただきます。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。お見事な KO 勝利でした。今の率直なお気持ちをお聞かせください。とりあえず、まあ、ほっとしているような感じです。まあ、結構ナーバスになってた部分もあったんで、まあ、勝ててよかったかなと思ってます。1ラウンド目相手選手からの打撃を受けてたように見えました、はい、あの時の心境はいかがでしたか。あ、まあ、そうですね、まあ、結構パンチすごい勢いあるパンチ振ってきてたんですけど、一応それも予想通りというか見えてはいたんで、そんなにあんまり気にはしてなく、はい、相手選手の印象はどうでしたか。の戦ってみていかがでしたでしょうか。そうですね、なんかもともとそんなに映像とかを見れてなかったんであんまり印象がなかったんですけど、やっぱり思いっきりのいい若い選手だなっていう感じはしてたんで、まあ、これからもっと強くなる前に倒せてよかったなと思います。キックでボディを削ってました、はい、あれは作戦通りでしたか。そうですね、作戦的にはやっぱりお腹を狙って効いたところを顔で決めようとは思ってたんですけど、まあ、決まり手は違うんですけど作戦通りではいけたかなと思います。すごい強かったんですけれども、本日のコンディション良かったですか。動いてみていかがでしたか。そうですね、ちょっと普段とは違う空気感での大会だったので結構緊張とかしてて、普段あんまり緊張しないんですけど久しぶりに緊張したような試合だったんで、はい、まあ、でもコンディションはよく準備できたかなとは思います。UFC とおっしゃってましたが、はい、今後の目標などございますか。戦いたい相手もいらっしゃいますか。そうですね、とりあえず戦いたい相手とかはないんですけど、まあ、これから、まあ、トーナメントがあって LFA っていう団体との契約があったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、とりあえず今回の試合でダメだった部分をちゃんと直して次の試合に準備できたらなと思います。本日の勝利は誰に一番伝えたいですか。今日セコンドついてくれた方々がすごい僕の力になってるし、まあ、僕の周りで、まあ、こうやって映像だけだけど見てくれてる方々がいるのがやっぱ力になってるんで、そういう人たちにありがとうっていうふうに思えれば、いや思ってるけど伝えられたらいいかなと思います。はい、では最後にカメラに向かって一言お願いいたします。はい、今日は応援していただきありがとうございました。また強い部分をどんどん出せるように練習していくので、また応援していただけたらありがたいです。これからもよろしくお願いします。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。